7月9日放送の NHK 朝一で紹介された、プチ別居が、物議を醸している。プチ別居とは、夫婦間の不満を解消するために妻が1日から1週間、家を出ること、だという。番組では実際に夫が休みの日に出かけ、別居、する主婦に密着。ずっと家事と育児に励んでいた彼女は、8年ぶりにママ友と飲み会。ホテルで一泊し、記事全文を読む、